ムーンライト山陽とは、ムーンライトシリーズの一つである。当列車は、西日本旅客鉄道が、京都駅下関駅間を、東海道本線、山陽本線経由で運行していた、臨時快速列車である。1988年12月に新大阪駅、広島駅間で運転を開始し、 翌1989年8月には京都駅広島駅間に運転区間を拡大した。2001年3月にユニバーサルスタジオジャパンが開業し観光客輸送強化のために運転区間を広島駅下関駅間へ拡大した。一時期年末年始のみ、ふるさとライナー3用の名称で運行していたが、2001年春から名称型シーズンと同じ。 ムーンライト山陽に統一された。しかし、2005年6月に岡山駅改良工事のため運転をお休止し、以後は運転されなくなった。JR 各社が夜行快速列車名に採用しているムーンライトに本列車が走行する山陽地方から取られたものである。主に夏季や年末年始の多客時に運転されていた。運行上の特徴として、 京都駅岡山駅間は、ムーンライト高知、ムーンライト松山と並結して運行されていた。これは、当該列車が臨時列車であるのと、夜間に運行されることから、服装する貨物列車などの運行に支障をきたさないような、ダイヤ設定が難しいためである。京都駅から新大阪駅大阪駅、三宮駅神戸駅赤石駅加古川駅、姫路駅岡山駅広島駅。 宮島口駅岩国駅穴駅高駅、下松駅徳山駅豊富駅から新山口駅、上駅浅駅下関駅、宮原総合運転所所属の14系客車を使用していた。JR 西日本が夜行列車団体用車両として回収したフォッシュプールリゾートを使用するため座席のリクライニングはかなり大きく倒れる。また、京都方には展望席か ミニラウンジのどちらかが1日置きに連結されていた。全車普通車指定席で自由席は設置されていなかった。ありがとうございます。